こんにちは。今日は久しぶりにポーミドさんのドライブレコーダーのご紹介をしたいと思います。ポーミドと言いますとデジタルミラードライブレコーダー、すごく定評のあるメーカーのドライブレコーダーでして、こちら今回は純正風な見た目の TRD80C という最新モデルのご紹介となります。今まではゴムバンドタイプが主だったんですが、これは純正交換タイプのデジタルミラードライブレコーダーとなっておりますので、まあ、こういったインテリアの見た目等もこだわりたいという方は、ぜひこちらのポーミドのドライブレコーダー最後までご覧になっていただければと思います。でまずなんですが、純正風ということなので、私もよくご紹介している MaxWin の PRO1 と同じ路線のドライブレコーダーになっているということなんですけれど、こちらの方は台形形状になっているものとなっております。トヨタの販売店で出ている TZ というドライブレコーダー、9万円ぐらいのドライブレコーダー出ておりますけど、そちらもこの台形形状のドライブレコーダーになっております。でこれスクリーンがかなり大きなスクリーンとなっていて、10インチのデジタルミラーとなっております。このポーミドのドライブレコーダーは純正交換タイプになっておりまして、ここ今見ていただきますと、これ自体が専用のものになっております。でこの先にブラケットがあって、これ自体も専用のブラケットなんですけど、付属しているもので今回90のノアボクシーのハイブリッドなんですけれども、取り付けができるようになっております。で元々はこれとこのミラーっていうのは別々になっていて、このブラケット、このステーとブラケットが4つのネジで止まるようになっているんですけれども、まあ、それを止めていただいて組み立てていただくと、これが一体ものになりますので、あとは純正のミラーを外していただいて、そのまま取り付けをするだけということになっておりますので、取り付けも非常に楽になっておりますし、配線自体もポーミドのドライブレコーダーの配線ってこれだけになっておりますので、1本しか配線がなくて、かつここのステーの部分からこの中に入れることができるんで、線自体もほとんど見えないといった、そういった状態になっております。でもちろんこの干渉っていうのも全くないですし、ここの蓋取り付けるときはここ外さなきゃいけないんですけど、この蓋に当たってしまうようなものもたまにあったりするんですが、そういったことも全くありませんので、このトヨタのノアボクシーでもつけることができる。で、ちゃんとこうやって位置合わせするということも普通にできてしまいますので、使用上問題になるということはないということをお伝えすることができるかと思います。で、また、これ自体10インチで大きなスクリーンになってるんですけれども、バイザーが当たるということも特にないということで、このようにバイザー自体も当たらない、まあ、そういったものとなっております。それからこちらは分離式タイプということで、まあ、私も様々なドライブレコーダーをご紹介しているんですけど、やっぱり分離式が一番使いやすいですし、設置のしやすさ、それからカメラの位置の設定とか、まあ、そういった意味においても一番分離式がおすすめできるかなと私自身も思うわけなんですけれど、ポーミドのカメラなんですが、私はフロント側のカメラこちらになるんですけれども、右側につけております。他にもカメラつけてるので、位置としてはここなんですけれども、このポーミドのカメラもすごく取り付けする上で非常に自由度の高いものになっておりまして、このアングルの調整もここでするようになっております。なので非常に自由度が高くて、かなりこのカメラ自体が動いてくれます。なので結構自分の好きなポイントにきめ細かに合わせて使うということもできるというのもかなり特徴的なところなんではないかなと思います。でこちらがリアカメラになっておりまして、リアはこのハッチのど真ん中のところに私つけています。ただし、ノアボクシーの場合ですと、このワイパーの位置っていうのがあって、まあ、このような感じで、まあ、3つのカメラつけてるんですけど、ワイパーの位置って、この辺までしかありません。で、上の方に行きますと、
ここぐらいまで。だから、ここからここぐらいまでの間が、まあ、ワイパーが拭き取れる位置になってますんで、真ん中で、ちゃんとワイパーも拭き取れるような位置に合わせていくという必要があるわけなんですけれども、まあ、こういった形で私は取り付けの方を行っています。で、また、今こっちに配線向いてますが、こっち側につけるということも可能です。まあ、例えば、あるカメラですと、このハッチの下につけたいと。でも、ある車に関しては、このハッチの上につけたいといった場合っていうのは、カメラを反転させなきゃいけないわけなんですけど、そういう反転機能がついていないドライブレコーダーもあったりしていて、下に取り付ける場合と、このハッチの上に取り付ける場合で、カメラのこの向きって変わるわけなんですけれど、ちゃんとそういうのにも対応して作られているということです。反転することがミラー上でできますので、カメラの取り付けの自由度は高いということになっていまして、で、また、フロントと同様なんですけれども、この傾きというのもしっかりとつけることができますので、まあ、自分の好きな位置にきめ細かに合わせることができるということで、非常にこういったところがフォーミドらしいドライブレコーダーになっているのではないかと思います。次に物理ボタンがあるんで、外側見ていこうと思うんですけれど、まずこれですね、ボタンを押していただきますと、前方で後方、切り替わるようになっています。結構左右。で、もちろんこれ、タッチ式にもなってますんで、このようにタッチ式でも操作することが可能になっています。それから、こちらのボタンもあって、これを押しますと、ミラーモードに切り替わりますし、こちらを押していただくと、静止画の撮影ができるようになっています。で、さらに、下に行きますと、ここに蓋がありまして、ここを開けていただくと、SD カードのスロットが左側にあります。右側は特に何もついてない。で、真ん中も特に何もついてないんですけど、まあ、こういった大きなカバーが下についていると、まあ、いうことになっています。で、このポーミドのドライブレコーダーは 64GB の SD カードも付属しておるということになっております。さらに操作系機能を見ていこうと思うんですけど、まずタッチしていくと、この軌道調整ができるようになっています。で、こちらに関してはマニュアルの軌道調整です。オート軌道調整ではなくて、ここで調整するタイプのものとなっていまして、一つ特徴なのは、今まではこの軌道値っていうのが400カンデラだったらしいんですけれど、今回モニターの軌道値が600カンデラと200カンデラアップした仕様となっております。それによって昼間と夜、まあ、トータルで、まあ、見やすいスクリーンになったということになります。で、暗いと見にくかったりとか、夜を明るすぎたりとか、まあそういったことがあったりするんですけれど、600カンデラって結構、特にこの軌道値っていうのを変えなくても、まあちょうどいい明るさということで、非常に使いやすくなっていていいんではないかなと、個人的にも思います。それから、時計が表示されていて、GPS がこのミラーに内蔵式と今回なっております。まあよくあるパターンですと、ミラーに内蔵されていなくて、外付けタイプでセンサーを他にも貼らなきゃいけない、カメラ以外にも貼らなきゃいけないっていうことがあったりするドライブレコーダーも多いんですけど、これはそれが必要なくて、前に貼るのはカメラだけということになっておりまして、非常にシンプルなものとなっています。まあ、このような形で消すこともできると。それから、このポーミドのドライブレコーダーで使いやすくなった点としてもう一つありまして、このようにこのタッチスクリーンの操作だけで、このズーム機能というものが使えるようになったということになります。これ、競合他社のメーカーのものをいくつか私も紹介してるんですけど、こういった仕様のものって今までありませんでした。で、めんどくさいのが設定画面を開いて、そこからあらかじめ倍率を設定しておいて、いくつか選ぶというパターンはあったんですけど、これは非常に便利でして、こういう感じで、このミラー上の画面で調整ができるんで、まあ距離感、緻密に距離感を合わせていく。実際車を走らせてる時に距離感をこういった形で合わせていくことによって、非常により使いやすいものになってくるということで、こういった機能もしっかりとついていて、非常に個人的にいいかなと思います。
それからこちらももちろんそうなんですけど、上下っていうのもできるようにもなっておりますということになります。今回このポーミドのドラレコの目玉のもう一つが、このカメラの解像度が 1080p か 2K ということで、この2タイプが選べるようになっております。でフロントのカメラは今回ソニーのスタービスの IMX の335で、リアに関しては IMX の307センサーを使っておるということで、まあ、暗いところでもイメージセンサーによって鮮明な画質を約束してくれるといった、まあ、そういったものとなっております。でループ録画が1分3分5分で、録音のオンオフで G センサー、それから駐車監視モード、ここも注目ポイントなんですけれども、駐車監視モードはもちろんついてるんですけど、ここの部分なんですけど、今回72時間まで選べて、かつさらに無制限というところまで選べるということで、私のチャンネルでよくご紹介しているんですけれども、ドライブレコーダー専用のサブバッテリーというのがあります。で、あれは何かと言いますと、ドライブレコーダーの、まあ、駐車監視、私なんかも車を、まあ、いたずらされたりぶつけられたり、あとは充電器でやられたりといった経験があって、駐車監視ものすごく意識してドライブレコーダーを選んでいるんですけれども、このデジタルミラードライブレコーダーは非常に珍しくて、無制限という機能がついています。で、今までドライブレコーダーの中で無制限っていうのは通常のドライブレコーダーではありますけれど、このデジタルミラードライブレコーダーで無制限っていうのは今までなかった。で、また72時間というのももちろんなかったということで、これは駐車監視も使いたいと、駐車監視を強化していて、できるだけ長い時間使いたい、サブバッテリーを導入するぐらい駐車監視を気にしている方にとっては、いいデジタルミラードライブレコーダーなんではないかなと思います。さらに低電圧設定ということももちろんできるようになっておりまして、親切にバッテリーの電圧っていうのも電圧というのも表示されておりまして、下行きますと、こちらがバッテリーの電圧リミッターの設定です。で、こちら 24V にも対応していて、トラックとかでも使えるようになっているというものになっております。で、先ほどリアハッチのカメラの取り付けの中でもご紹介したんですけども、こちらのミラー上でリアカメラの上下反転の設定っていうのができるようになっております。それからこちらはバック連動線がついているタイプのものになっておりますので、バックのこの表示位置と前方です、このミラーの表示位置っていうのは別々で設定することが可能になっているというところ、こういったところも非常に使いやすいかと思います。前方です。で、また当然なんですけど、ここ収録動画の再生機能っていうのももちろんついておりまして、こちらがフロント側の収録動画を見る画面となっているんですけども、これ全部フロント側の収録動画になっているんですが、非常に見やすいものになっています。で、こちらもう一回押していただくと、今度後ろということで、非常に素早く見たい動画、まあ、時間帯ここに書いてありますので、日付と時間帯が書いてありますので、まあ、ここで見て確認するということができるようになっております。あと珍しいなと思ったのはここです。これ取り消しっていうのもここの再生画面でできるということで、今まではパソコン上で SD カードを差し込んで、そこでファイルの削除等をしなきゃいけないドライブレコーダーが多かったと思うんですけど、これはちゃんとここの画面上でそれができるようになっているということで、まあ、この辺も結構珍しいところかなと思います。で、それからこちらがイベント録画のフォルダーで、こちらが通常の常時録画のフォルダーで、こちらが写真のフォルダーと、まあ、いうことで非常に使いやすいものになっているということになります。最後に昼夜の解像度、それからタイムラプス撮影についてご紹介をします。まずは昼間フロントの収録動画になるんですけれども、こちら見ていただきますと、こちら 2K 相当になっているんですけれど、まあ、ソニーのスタービスセンサー IMX335 をフロントには使っているといった状況になっておりまして、非常にクリアでくっきり、それから高画質で高精細に映っているのがお分かりいただけるのではないかと思います。
でナンバーに関しても昼間でしたら、まあ、日経相当ありますんで対向車の認識というのももちろん可能なレベルなくらい高精細に動画の収録というのがなされているということもお分かりいただけるのではないかと思います。まあ、試しにこの収録動画を引き伸ばしてどのぐらいの解像度を有しているのかということでナンバープレートの拡大の画像も見ていただければと思うんですけれどもしっかりとナンバー認識もできるということもお分かりいただけるのではないかと思います。次にリアの収録動画なんですけどこちらのドライブレコーダーはリアも 2K ということになっております。でイメージセンサーはソニーの IMX の307ということになってますのでフロントと変わらない高画質で高精細くっきりとクリアな映像がしっかりと収録できているのがお分かりいただけるのではないかと思います。今までよくありがちなドライブレコーダーですとフロントだけ画質がいいんだけどリアの画質が悪かったよねっていう方にとってはこれはもう満足のできるドライブレコーダーなんではないかということを皆様にもお伝えできるんではないかと思います。次に夜の収録動画になるんですけれどもやはりこういったところでソニーのスタービスの IMX33 を威力を発揮するところになるかと思います。まあ、どれだけ鮮明に夜間の映像が撮影できるのかということで HDR の機能、まあ、その辺も見ていてその辺も気になるところかと思うんですけれども、まあ、ナンバープレートはもちろん正面の車の認識というのはしっかりとできるのがお分かりいただけると思いますし特にナンバープレートが白光りしているようなことっていうのも非常に少なくなっている。で黒つぶれも非常に少なくて周りの暗いところの輪郭というのもしっかりと確認することができるということでかなり高画質なんではないかということも私自身も感じているところになります。次にリアなんですがリア IMX307 を使っていてでこちらのカメラが 2K の 2K 相当になっておりますのでより一層こういったところでナンバー認識性能の高さというのが発揮できるのではないかと思うんですけれどももちろん今後ろにいた車のナンバーというのはもちろん認識することがしっかりとできるようになっておりますしでライト自体 この白光りというのも少ないしまた路面からのこう反射している光、まあ、そういったものもしっかりと抑えられているので HDR 機能も働いている。でまた周りの暗くなっているところに関してもしっかりと輪郭というものも捉えていますし黒つぶれも非常に抑えられていて全体的に鮮明に映っているのがお分かりいただけるのではないかと思います。最後にタイムラプスなんですけれど、まあ、こちらはスーパーでの収録動画なんですがやはりこういったところですごくタイムラプスを焚いておくと車当て逃げの被害に遭った時なんかはものすごくこう安心できる、まあ、状況証拠を収録できるという確率が高くなります。で、まあ、このドライブレコーダー2カメのドライブレコーダーとなっておりますのでもっとドアパンチ等の状況証拠を収録したい車の側面の収録をしたいという方は3カメ以上のドライブレコーダー当チャンネルでもご紹介しておりますので、まあ、このフォーミドのドライブレコーダーとまた別途購入していただくことをお勧めしたいと思います。私もこの宣伝にはなってしまうんですけどビオホの 139Pro4K という3カメタイプのドライブを使っているんですけれども、まあ、これによって、まあ、速報からのドアパンチとか、まあ、点々とか、まあ、そういった状況証拠も収録できるようにしてあります。リアに関してなんですけどこのドライブレコーダーの大きな特徴になってくると思うんですけれども夜間非常にノイズが少ないです。暗いとこですと結構ノイズが出たりする場合が多いんですけどモニター自体からも見て取れるんですけれども非常にノイズが少なくて暗いところ光が少ないところでも高画質でモニタリングしてくれますし動画の収録自体も非常に高画質であるということ で今回のこのポーミドのドライブレコーダー PRD80C もすごく全体的にまとまって完成度の高いドライブレコーダーだなということを、まあ、一通り私自身も見ていて感じたところになります。こちら商品の詳細なんですけれども概要欄の方に貼っておりますのでぜひこちらご検討の方はご覧になってみてください。また Amazon の方見ていただきますと9000円オフのクーポンというのが今適用になっておりますので
より価格的には3万円前半ぐらいの価格で買えるようにもなっておりますので、この機会ぜひお見逃しなくこちらの方をご検討いただければと思います。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。